つもご視聴ありがとうございます。自分が乗っているフォレスター X ブレイク SK の D 型、もうすぐ納車から2年になるんですけれども、今回はこのフォレスター X ブレイクにつけたメーカーオプション、ディーラーオプション、サードパーティーの後付けオプションの総まとめとして動画にまとめてみました。この X ブレイクのグレードなんですけれども、どちらかといえばベースグレードに近い装備なんですね。でフォレスター自体がもともとベースグレードでも標準装備が充実してまして、入門グレードのツーリングでも本革、まあ、これは X ブレイクなんですけども、ツーリングでも本革巻きステアリングホイールだったりだとか、フルオートエアコンがついてたり、あと17インチのアルミホイールとか、まあ、見た目もそんなに安っぽさを感じないんですね。で自分としては、まあ、子供がよくキャンプに行くということとか、あと自分は自転車をよく積むんですね。で自転車を積んで出かけて、そこからその周辺を走るというようなことが好きなんで、まあ、荷物をよく積むということで、まあ、ガンガン使えるイメージのあるこの X ブレイクを選びました。何もオプションをつけなくても満足度は高いんですけど、より快適に移動したい、過ごしたいということで、メーカーオプション、ディーラーオプション、それでも足りない部分はサードパーティーのオプションを取り付けています。ドアカーペット、運転席、助手席、後部座席用のセットなんですけども、まあ、カーペット調の方にしましたけど、後からこのトレーマットにすればよかったかなとちょっと後悔してます。前回の動画でこのフロアカーペット、こういうカーペット状ではなくてゴム製のマットにすればよかったなっていう話したんですけども、やはりねデザインはすごく良くて内装にもマッチしてるなとは思うんですけども、こういう小さいゴミがこう中に入り込んでしまってなかなか取れなかったりだとか、ゴム製のマットにしたからといってカバーできるわけではないんですけど、この部分ですよね、もう少しこの辺までこのカバーを大きくしてほしかったなっていうのはあります。フロアカバー、荷物を置いた時に外から見えなくなるようにフロアカバーをつけました。フロアカバーをここに収納できるんですよね。フロアカバーの形に発泡が切られてるんですけど、ここに収納することができます。ただこれ横を言えば、まあ、他社メーカーだとこれが同時にですね、上げると同時にこのリアゲートにくっついて上がってきて、荷物の出し入れに邪魔にならないようにできているような車もありますし、まあ、そういう工夫が欲しかったなと思います。でこれあんまり、まあ、荷物結構ね積み下ろしするんで邪魔になる時が多くて、まあ、今はつけてますけど収納してしまってる時も多いです。だからいらなかったかなっていう気はするんですけど、パナソニックビルトインナビ、まあ、一体型のナビは純正ではダイヤトーンもあったんですけれども、まあ、より一体感があるということでパナソニックナビを選びました。
道の案内にはね、あまりいい評判がないんですけれども、まあ、見た目ですかね。でこちらはドライブレコーダーと連動してます。ドラレコの本体はこれですね。ここに入ってます。リアにもついてます。ただリア画像はアナログなので精度が高いものではありません。フロントは200万画素です。このナビはドライブレコーダーだけじゃなくて ETC もナビ連動になってます。あとこのリアビューカメラブロワーもついてます。リアカメラに水滴がついていてもバックギアに入れた時にリアのワイパーを動かせば風が 1.5 秒出て水滴を吹き飛ばすことができます。パナソニックのビルトインナビ、このように一体感があってすごくすっきり収まってるんですけれども、機能的にはね、前回動画を上げた時にアドバイスしていただいた方がおられまして、 ETC の設定とかいろいろ説明書も見ながら設定し直すとだいぶ快適に使えるようにはなりましたけれども、ただ目的地設定だとかルート案内にはまだ少し不満があります。今年の10月に更新データが届く予定になってますので、まあ、それでねどれだけデータを更新して改善されるかというところも期待なんですけれども、登録されている施設が増えるぐらいかなっていう感じもしますので、まあ、ルート設定の快適さとかね、その辺にどのように影響があるのかわからないんですけども、淡い期待を抱いてます。カーゴトリムプロテクター左右セットになってます。荷物の出し入れの時に当たって傷がつくのを防ぐことができます。こちらも傷が万が一ついたとしても傷が目立ちにくいような幾何学模様が入ってます。コムテックの GPS レシーバーです。シガーソケット取り付け型です。なので簡単取り付けです。ただ位置がですね下の方なので、お知らせしてくれててもこの表示が見えないというのがデメリットですけど。こんにちは、衛星を受信しました。で GPS レシーバーコムテック0109C、 電波を受信してタイムリーな情報を教えてくれるわけではないので、まあ、少しね情報にズレがどうしても出てきます。で更新データをコムテックのホームページからミニ SD カードにダウンロードして、ここの横のスロットから差し込んで更新をすることができるんですけれども、都市部は更新が全くないと言っていいほどないんですよね。地方の方は1ヶ月から2ヶ月ぐらいで最新データに更新されてるみたいなんですけれども、都市部に関してはほぼデータ更新がないです。まあ、そこが不満ですよね。まあ、自分は
大阪なんですけども、大阪のちょっと郊外に住んではいるんですけども、市内に出かけることも多いので、そういう意味ではリアルタイムの情報が欲しいなと思います。スマホの充電器、ここだけ充電に対応してます。こういう感じですね。ちょっと最近調子が悪くて、開けるときにギアの噛み合わせが悪いようで、ガガガガガッと音はするんですけども、まあ、充電もしますし、ちゃんとホールドしますんで、まだ使えるかなという感じですね。樫村製の充電式スマホホルダー、こちらもね、取り付けてから1年半ぐらいですかね、快適には使えているんですけれども、ただこの開閉するんですけどね、このようにで、ギアの噛み合わせが少し悪くなってきたのか、今ちょっと調子がいいのかな、ちょっとのカリカリって開いた時に少しガタつきがあります。このように充電も一緒にしてくれるのが便利ですよね。ちょっとカリカリカリって開いた時にギアの噛み合わせが少し悪いのか、ガタガタガタというような音がするようになってきてます。ただ仕様に際してはそんなに影響がないので、このまま使おうかなという感じですね。ドライカーボン製のドアハンドルカバーです。これセンサーの部分ですね。この部分にボディの色が隠れるようにカーボン調のシールが付属してたんですね。だから白いボディでもこのセンサー部分が白く出てこないようになってます。これすごくいいと思います。白のボディなんでこういう黒パーツが非常に映えますしね。